サムネ。皆さんこんにちは、アオリーチャンネルです。今回はもちもちスライムを作ります。多分すごい気持ちよさそうだと思うので早速作っていきます。用意するものはこちら。容器、混ぜるもの、放射水、ボンド、ティッシュ、そして水、以上です。それでは作っていきます。まずは容器にボンドを入れていきます。それでは入れます。じゃばーうー、はい、出しました。次に放射水を混ぜていきます。ちょっとずつ入れてください。あー固まってきた。ちょっとちょっと入れるかな。少なすぎた。ボンドにまだもうちょっと固め。入れすぎちゃったかな。あ、でもほら、まとまってきたよ。ほら、ほら、まとまってきた。固まってきました。ちょっとここ周りにボンドがついて、固まってるかどうかわかんない。ちょっと見えないんですけど、固まってます。手で混ぜちゃっていいかな、もう。固まってきたので、手で混ぜていきます。おー、すごい。あー、気持ちいい。結構気持ちいいです。周りのね、見えたやつを取ってください。あ、気持ちいい。これでももちもちスライムなんですけどね。あ、なんか普通のスライムとなんか違う。なんか普通のスライムってトロトロっていうか、そんぐらいの水みたいな感じなんですけど、ちょっとこれはですね、透明な感じですね。こう気持ちいい。お、これ音壁にはすごいいいよ。今回もちもちにするためにティッシュを入れていきます。まずはこちらのスライムを丸めてこちらに置きます。そしてちょっとなんかこんな感じで押して、そしたらティッシュってなんか2つに分けられるじゃないですか、薄いと。なのでそちらを使ってこんな風にベラ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 ーってめくって、そちらの1枚とか、まあ何枚かな、それを混ぜていきます。ティッシュでまとめるとなんかすごいな。だいぶもちもちになりましたね。もうちょっと入れた方がいいのかな。いいかな。いいかな。多分1枚ぐらいでいいと思います。あんまり伸びないですね。硬い。なんかスクイーズみたいでもちもちしててすっごい気持ちいいです。これ私おすすめです。結構気持ちいい。まあギュっていうか、まあ普通のスライムの遊び方ではなんかなんかこうやってギュッギュッギュッっていうだけぐらいかな。でも本当にね気持ちいいです。これはいいね。これも音フェチ結構すごいです。音フェチ。今回ですねもちもちスライムを作りました。スライムっていうかですね、なんかスライムとは思いません。なんかマシュマロスクイーズみたいな感じですね。なんか美味しそうに見えてきちゃう。あとこれ音フェチとかもいいと思います。またいろいろなスライムを作っていきますので、その時はぜひ見てください。それじゃあまたね。バイバーイ。気持ちいい。
チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そしてツイッターもやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。バイバーイ。